経専門家チカ子の部屋へようこそ。今日はチカ子が勝手に喋るシリーズで、甲状腺の病気で、こう病院にかかっていらっしゃるあなたのための動画です。甲状腺の病気ってとってもこうずっと経過を見ていく、こう時間がこうかかる、病態ですから、甲状腺ホルモンが結構いらっしゃるので、甲状腺ホルモンの値が正常に、血液検査の値が正常範囲にはまっているから、大丈夫ですねって言って、お薬もらえない、治療してもらえないっていうことで、なんかその自覚症状が、甲状腺ホルモンがこうちょっと足りなかったり多かったりして、で自覚症状が出てくる時ってもう辛いのは本人なので、その自覚症状が出ているんだったらやっぱりこう治療をしてもらうべきなので、それを血液検査の値が正常にはまってるから大丈夫って言われて、あ、そうなんだ、そしたらこの今私のこの具合の悪さは自分の気合が足りないんだろうかとか、根性が足りないんだろうかとか、なんかこのやる気のなさは鬱なんだろうかとか、そういうふうに思う必要はないです。甲状腺でもともとかかっているのであれば、まずは甲状腺ホルモンの値をこう整える、自分にとっていい値に整えるっていうのが大事なので、こう血液検査の数値だけで、見ちゃう先生には、特にその自分の自覚症状があるんだったらそれを訴えて、先生薬出してくださいっていうぐらい、なんか先生治療してくださいっていう、この正常の範囲にはまっていてもなんか治療してくださいって自分から、患者さんの方からドクターに言うっていうのがとっても大事です。とっても大事で、その自分が辛い、朝起きれないとかだるいとかむくむとか、そういう症状って自分にしかわからないので、言わないとわからないんですよ。血液取って、あ、数値がどうだねっていうのは客観的なデータでも出てくるので分かりますけど、じゃあ日常生活何が困ってるんだっていうのは言わないと分からない。だから前は子供と一緒に、仕事終わって子供迎えに行って、子供と家に帰ってきて一緒に子供と遊んでも疲れなかったのに、今はもう仕事終わる前から疲れてて、子供お迎えに行って子供と一緒になんか公園なんか行けないっていう状態になっているんですとか、過去のこう元気だった自分で、そのやっぱり調子悪いなと思ってこう病院に行く方多いと思うので、その調子が良かった自分と比べて今の自分がどうなってるのかっていうので、あ、これこの症状はじゃあ甲状腺ホルモンが足りないことによって起きているかもしれないねっていうことになったら、この補充するとか、甲状腺ホルモンが多すぎて、あ、こういう症状が出ているかもしれないねってなったらまた治療していくとかっていうふうになっていきますから、その自覚症状をこうきちんとドクターに伝えて、なんとかしてくれって患者さんの方からもう訴えかけるっていうのがすごく大事です。大事。自覚症状は自分にしかわからないので。で、それでもうなんかお薬ね、正常範囲にはまってるからなんともないよって言われて、あ、そうですかってなって、で、この具合の悪さは何だろうって言って困ってる方、とっても多いという印象です。私は。もっと患者さんの方から働きかけて、数値だけではなく自覚症状でちゃんと甲状腺ホルモンの調節をしてくれる先生がどん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 もっと増えるように、もっともっと訴えかけていっていただければなと、そうなっていくとすごくこう甲状腺の病気で困る方が減っていくと思うので、ぜひ自覚症状は言わなきゃわからないのでドクターにちゃんと伝えましょうということで、はい、今日の動画いかがだったでしょうか。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。